次は僕は、ワンハンドのサイドレース。あ、なるほど。50度のサイドレースと、中重量のサイドレースのドロップをやっていきたいと思います。結構変えたんで、あ、そうなんですね。そうですね。しっかりサイドレーズをするようにしました。去年、一昨年はもうサイドレーズ一切やってないんですけど。そうなんですサイドレーズを取り入れるようになった理由はあれですね、高重量での可動域、サイドレーズで高重量でやるとせいぜい可動域というのはこれぐらいなんですよ、肩自体は。ってことはストレッチは効いてるんですけど収縮が多分物足りてないんですよ。だから収縮が最大効くのは多分アップライトローとかが多分一番収縮が効くと思うんですけど、でその高重量でのストレッチとちょっとの収縮で、次の重量でもう一個1段階上の収縮で、アップライトローで最大の収縮っていう、その収縮を分けるようにしました。それでやっぱ高重量は使わないと、なんていうんですか、大きさも出ないんで、軽い重量でネチネチやってたら多分形は綺麗になるんでしょうけど大きさは多分つかないと思う。今回そのバルクアップも目的に視野に入れて高重量でのサイドレールを採用しました。なんでそのボトムでのストレッチの刺激でこう、はい、まあ、その辺の機械的ストレスを大きくするために高重量のサイドレールをちょっと今取り入れているんですね。そうです、まあ、ちょっと研究中なんですけど、あとはまあ基本ネガティブですね。ネガティブ動作が僕はまあ、胸はあんまりそこまで効かないとか使わないと思うんですけど、それ以外の部位だとほとんどが使えると思うんで、筋肥大させるにはやっぱネガティブの動作が、だから僕もサイドレーズでも基本こう上で止めるようなクロールでこうゆっくり下ろしていきます。あとはもう肘から絶対に前腕が上がってしまうとどうしても重りが分散しちゃうんで、ネガティブ大事にしてます。ベルトはちょっと前の状態でトレーニングされる。そうですね、背中以外は基本巻いてますね。背中は外すことないですか、あのトレーニング中とか。あ、それは絶対あります。外すことは、はい、苦しいんで外すけど側でやるのかこう細くつけたらいい。あ、はい、それは昔やってたんですけど最近はそこまで、結構やっぱ減量中やっぱこの腸内環境が変わってくるじゃないですか。で調子悪かったりすると苦しいんで、一昨年ぐらいはずっと有酸素の時も巻いてましたね。あんまり効果あるのか分かんないですけど、巻かない人よりは多分細くなる気がしますよね。よいしょ。
サムレスで僕は握れる限りは握るようにしてます。サムアラウンドにしちゃうとどうしてもこの親指が何キロか助けちゃうんで、せっかくのこの重量を全部地面に伝えてその重さを肩とリンクさせたいんで、サムレスで握りにくい、あえて握り方で握るようにしてます。途中まあ苦しくなったらサムアラウンドに戻すんですけど、あとは肘からしっかり上げて、で上げ切った時にやっぱ高重量だと上げようとするとやっぱどうしても体がこう反っちゃったりしちゃうので、僧帽を沈めるために首をわざとこっちに傾けますね。収縮させようとするために上げ切って曲げる、上げ切って首を曲げるっていうように意識してます。バーハンドでやる理由って何か。あ、やっぱ高重量扱えるからだと思いますね。両手で20キロは多分だいぶフォームがぐちゃぐちゃになっちゃうと思うんで、やっぱどうしても他の多分共同筋ばっかりに入ってしまうと思うんで、肩だけにしっかり入れるのは、まあ、入っちゃいますけどワンハンドでももちろんと、しっかりチーティング使って上げ切って上げて首も上げて収縮させてネガティブで下ろしてあげるってやると、やっぱ肩にダイレクトに入ると思う。チーティングを使うとは言っても、前後左右の軸は全然ぶれてないですよ。あ、そうですね、上下の。足のちょっとしたこれだけで、最初だけ本当にちょっと助けるみたいな。はい、しっかり、だから僕がそうですね、扱える重量っていうか、綺麗にできる回数で、綺麗にできるフォームで、扱える重量が。そうですね、20キロ、22キロぐらいがマックスだと思う。多分振り回したら30キロぐらいですね。はい、何キロでもできると思うんですけど、しっかり入れるってなると重量設定を結構やっぱ最初の人とかは間違ってる人が多いですよね。
周りの人がやっぱナイトでやってるから体重一緒やったらそれでいいかなっていうのはやっぱ違うと思いますし、全然僕より小さい人でも平気で横で重たいの持ってる人ももちろんいますし、それはやっぱやり方、トレーニングのやっぱ質が大事だと思います。あと最初セット入るちょっと肩を回すじゃないですか。はい、よく言われてますね。あれなんか狙いあるんですか。そうですね、普段普通なんていうんですか、普通にすると人って多分ちょっとこう前傾になっちゃってやっぱ肩の前に出ちゃうんですよ。巻き方の人がやっぱ多いんで、どうしてもこの時点だとなんていうんですか、こうこの状態で多分そのままやったらリアに入っちゃうんですよ、ね、こう巻き方プラスそのまま前傾だとリアに入っちゃうんで、肩の位置をしっかりこう正してこう後ろに持ってってあげることによって、このここのお皿っていうんですかね、肩のお皿を地面と平行にすることによってしっかりと宙に、この平行にしないとこのままいくとリア寄りに入っちゃうんで、宙宙宙って認識です。ありがとうございます。ありがとうございます。バレちゃいました。大きな秘密が。ですか、あのリストスラップ使うのは手首硬い。そうです、手首あの握力使わないように、サマーラウンドでしっかり握れるように。そうです、使っていくということですね。しっかりやっぱ握力どうしても使っちゃうと、この前腕もどうしてもグッて握る分入ってしまうので経由しちゃうので、極力こうこのリストラップに重りつらさ吊り下げて肩に、そうです、全部を乗せるために。かなりきついでやってみます、はい。肩のメニューフルで教えることはあんまないですから。そんなに肩の量聞くよし。
セット感、インターバルどれぐらい取ってる印象ですか？どれぐらいなんですかね。すごく適当なんですけど、まあ、もしいけるそうになったら、そうですね、呼吸整ったらって感じですね。1セットをしっかりと出し切るって感じですか。きつい。よっしゃ。よし。だいたい3、そうですね、ちょっとフルセットが久しぶりなんで3 だいたい他のとこは4が多いですから、4セットが4セットキャンペーン中なんで、ちょっとセット数を1個増やした方がいいのかなと思って。よいしょ。サイドレードはこんな感じで、次はケーブルのアップライトローをやります。